ニコライ・スコブリン、ニコライ・ウラジミーロビッチ・スコブリンは、ロシア帝国、白軍の軍人、少々。後に、ソ連内部人民委員部のエージェントとなり、白軍の指導者を誘拐した。1914年、チュグエフカ軍事学校を卒業。第126ルイリ不評連隊に勤務し、第1次世界大戦に従軍した。1917年5月から11月。 第8軍第1打撃コルニーロフ連隊の第2、大隊長。ロシア革命後、白軍に参加し、義勇軍の小隊長、中隊長、大隊長を務めた。1918年11月、コルニーロフ連隊長。1919年9月、コルニーロフ旅団長。10月には、コルニーロフ師団長となる。1920年11月に、予備役編入。クリミアから、 ガリポリに逃れ、トルコ、ブルガリア、フランスに移り住んだ。妻のナジェージガ・プレビツカヤは、有名な歌手であり、ロシア内戦時代から、ソビエト情報部のエージェントだった。妻の圧力により、スコブリンも NKVD のエージェントとなった。特に彼により、ナチスドイツ情報部 SD 司令官、ラインハルト・ハイドリヒと共同で、赤軍内の陰謀に関する解文書がデ像された。 1937年9月22日、ロシア全軍連合議長、エフゲニーミレル将軍の誘拐を組織し、彼をソ連の起戦でモスクワまで送り届けた。スコブリン自身は、パーベルクソンスキー将軍を含む他のエージェントの助けで、スペインに逃れたが、その後消息を絶つ。一説によれば、スペイン内戦に巻き込まれたとも、NKVD により暗殺されたという。 妻のプレビツカヤもミレルの誘拐に関与し、1937年11月にパリ警察により逮捕され、禁錮20年の判決を受けた。彼女はドイツ軍によるフランス占領後も刑務所に服役し、1940年10月1日に刑務所内で不審死を遂げた。ありがとうございます。